こんにちは、ようこです。今日は5月の14日の木曜日になります。私は動画の中でこの新型コロナウイルス感染症に関するドイツの現状を中心にお話をさせていただいています。いつもご視聴していただきましてありがとうございます。で、もしこの私の動画に関心を持っていただきましたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。で、今後も皆様のね、役に立つような動画を作成していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、今回お話しする内容なんですけれども、現在ドイツではこの新型コロナウイルス感染症拡大を抑止するために都市封鎖を取っていたんですが、それを緩和して元の生活に戻していきましょうという政策がね、取られているんですね。で、4月の20日から実施されていて、5月に入ってからなんですけれども、ドイツのメルケル首相は、まだね、このドイツでは感染拡大が起こっているけれども、まだね、そのね、拡大の仕方が、鈍化しているので、医療崩壊には至っていないので、さらにね、元の生活に戻していく方向性でいきましょうとね、述べているんですね。で、それでね、一部学校が再開になり、今週に入ってからなんですけれども、すべての、商店や、またね、レストランやカフェなどの飲食店もね、営業が再開されているような状況なんですね。で、明日、5月の15日なんですけれども、ドイツの、ブンデスリーガーの、試合がね、無観客なんですけれどもね、開催される予定にもなっているんですね。で、ただしね、やはりね、この新型コロナウイルス感染症は、まだね、なくなっていない状況なんですね。で、撲滅したわけでもないですし、またね、ワクチンがね、開発されてるわけでもない現状の中、この元の生活に戻していくっていうのはね、かなりね、この冒険というかね、リスクがね、あるんですよね。で、こういうね、リスクを負いながらも、やはり経済問題上ね、人々の元の生活に戻していかないと、生活、社会がね、成り立たないっていうこともあって、こういうふうにね、舵を取ったわけなんですけれども、で、ドイツ政府は常に、この緩和をするに至っては、この感染拡大をしていないかっていうね、注意をしているんですね。で、その一つの、指標なんですけれども、実効再生産数っていうのを見ているんですね。で、これは、ウイルス感染者一人が次に何人感染させるかを示す、数値なんですね。で、感染者が拡大しているかどうかを、判断できるんですけれども、この値が、1であれば、安定しているとね、判断できるんでね。で、この規制緩和がされる時点では、この数値が 0.7 未満であったっていうこともあって、この規制緩和に至っているんですけれども、実際に規制緩和が始まって今日でね、10日ぐらい経ったんですが、今週に入ってから、なんとね、11日、12日の時点で、この値が1を超えてしまったんですね。で、1.07 っていう数値で、これはまたね、感染拡大しているんじゃないか。この規制緩和によってね、感染がね、またね、拡大が戻ってきたんじゃないかって、ちょっと不安に煽られたんですけれども、先日5月13日の時点では、その値が 0.81 にね、下がっているっていうこともあって、ロベルト候補研究所はね、この結果によりね、今のところね、まだね、油断はできないけれども、落ち着いているでしょっていうことで、ドイツ政府においては、このドイツの内相であるゼン・フォーファ大臣が、今後、この今ね、国境制限をしてるんですよね。欧州大陸諸国と の閉鎖していた国境を開放する計画をね、明らかにしているんですね。で、6月15日までに、正常化するっていうね、計画ではあるんですけれども、そのようなね、方向性もね、計画としてね、挙げられています。で、実際に、この規制緩和が、実施されていて、この商店が営業されて、またね、レストランやカフェもオープンしていて、で、特にね、この外出制限もね、かかっていない状況なんですけれども、で、人々はね、
元の生活に戻りつつある現状でね、どう感じているかっていうことなんですけれども、まあ私自身は、まあやはりね、正直ね、お店がね、開いて、で、まあ行動もね、制限されていないっていう状況なので、嬉しいんですけれども、まあその反面ね、やはりね、常にね、まだこのウイルスはあるっていう状況なので、不安はあるんですね。ですから、まあもちろん人と人との距離も取っていますし、マスクも着用して出かけてはいるんですけれども、でもやはりね、不安はありますよね。どこで感染するかわからない現状ですのでね。で、まあこのようにね、私のように不安を抱いている人もいれば、まあさらにね、このね、もう元のね、生活にね、もっと早くね、戻した方がいいんじゃないかって思う人もいるわけなんですね。で、まあ先週末においては、まあドイツの各口で、まあ、ドルトムントもそうなんですけれども、この規制緩和の完全解除をね、求めるデモが実施されているんですね。で、まあね、今、規制緩和で、緩和されていて、まあ、焦点は営業していたりとか、レストランとかカフェは、営業できる状況なんですけれども、まあ、すべてではないんですよね。例えば、クラブとかディスコとか、バーなどはね、営業できない状況ですし、まあ、大人数でのね、イベントやコンサートもね、中止になっている状況なんですね。で、まあ、もちろんね、マスクもね、まあ、公共の、交通機関を利用するときには、つけないといけないし、また、このね、商店に入ってもね、人と人との距離も空けないといけないっていうね、現状ですのでね、やはりまだね、この元の生活は戻ってなくて、まあ、それにね、そういうね、政府の取り組みに対して反発をする人もね、いるんですよね。まあ、ただしね、実際のこの感染の数値を見ると、やはりね、私的には油断できないと思うんですよね。で、先日なんですけども、5月13日に、このロベルト候補研究所が、ドイツの感染症の、この現状を報告しているんですね。まあ、それについて、ご紹介させていただきたいと思います。で、5月13日の時点なんですけれども、ドイツ国内での感染者数は171,306人です。で、回復者数が約147,200人です。で、死亡者数が7,634人となっています。で、死亡者割合が 4.5% です。で、感染者の発生率が高い地域なんですけれども、まあこちらは人口10万人あたりのケースの観点から見ているんですけれども、バイエルン州がね、一番多いっていうことなんですね。まあこれに続いてバーデンウェルツェンブルグとかザールランドとかあるんですけれども、で、年齢においてなんですが、まあ、ほとんどの、まあ、感染者の、年齢なんですが、67% っていうことで、15歳から59歳になっています。で、男性と女性の比率なんですが、まあ、男性 48%、女性 52% でね、まあ、大差はないということで、まあ、同じぐらいなんですね。で、この全体の、まあ、67% が15歳から59歳なんですが、まあ、19% ですね、においては70歳以上っていうことなんですね。で、しかもね、この70歳以上の人においては、死亡者率が 86% とね、高いんですね。で、ちょっと内訳になるんですけれども、10歳以下は 1.9%、3172人。10歳から19歳が 4.3% で7350人。20歳から49歳が 43% で73659人。50歳から69歳が 32% で54253人。70歳から89歳が 16% で27840人。90歳以上が 2.9% で4898人になっています。まあ平均して、まあ感染しているね、年齢は、50歳代っていうことなんですね。で、やはりね、この数値から見ると70歳以上がね、多いっていうことなんですけれども、まあそういうこともあって、まあ高齢者がね、たくさんいる、特別養護老人ホームなどの高齢者施設などでね、集団感染がね、起こっているような現状なんですね。で、この14万2000、
2181人の、まあ、感染者のうちなんですけども、まあ、これはあの全体の、ね、あの感染者数なんですけれども、そのうちまあ入院をしているのが 25,140 人っていうことなんですね。でそういった人たち の、まあ、あの自宅で療養されている人もいるし、まあ、入院している人もいるんですけれども、あの症状としては、まあ、咳が 49% で発熱が 41% であの鼻水が 21% っていうことで、でまたね、匂いや味覚の喪失などの、ね、症状もあったということで、そちらが 15% になっています。で、肺炎についてなんですけども 2.9% 見られていて、まあ、4085件、ね、あったということなんですね。で発生場所なんですけれども、まあ、先ほどもお話ししたんですが、まあ、高齢者の死亡率が、ね、86% と高いですよね。まあ、そういうこともあって、まあ、特別養護老人ホームなど の、 あの高齢者施設などで、ね、多発、ね、してるんですね。あの集団感染という形なんですけれども、でチューリゲン州のグライツ地区っていうところはなんと、ね、6カ所も、ね、この、ね、集団感染を起こしているんですね。でしかも、まあ、そういう人たちに関わるあの介護職員の人たちなどもね、あの感染を起こしていて、まあ、男性 27% 女性 70% で平均年齢 41% の人がね罹患しているんですね。で、まあ、中にはね17人ね死亡されているっていうことなんですね。でまたこのね、あの高齢者施設以外にもあの食肉処理工場のね3カ所でね集団感染起こってるんですね。バーデンウェルテンベルグ州、ノルドライン、ウェストファーレン州、シェスウィッヒ、ホルスタイン州っていうこと、ところでね、あの起こっている状況なんですね。でまあ、こんだけ、ね、感染者数が、ね、やはり、ね、いる状況で、まあ、あのドイツではあのベッド数が、まあ、約、ね、3万床あるということなんですね。でこのベッド数なんですけれども、であの、まあ、今のところね、あのこのドイツのメルケル首相がね話していた通り、あのこのコントロールできている現状でね医療崩壊はしていないんですけれども、まあ、常に、まあ、この感染者数とともに、まあ、その新型コロナウイルス感染者をあの受け入れるね、このあの施設なりあのベッドは確保しておいておかないといけない現状ですよね。でそういったものをやはりね、あの常にこう明確にする必要があるっていうことで、このロベルト候補研究所とあと集中治療と救急医療のためのドイツの学際的協会 DIVI っていうところが、このベッドの容量をあのデータとしてね記録して、どこの施設で、まあ、あのこの新型コロナウイルス感染者患者の対応ができるかっていうね、この判断できる、ね、システムをあの構築しているんですね。でこれが DIVI 集中治療登録といいまして、 DIVI インテンシブレジスターっていうんですけれども、でまあ、これによりますとね、まあ、ウェブサイトで見れるんですが、まあ、各病院の治療状況がね確認できるんですね。で3段階に分けられていて、ローケア、インテンシブケア、エクモっていうことなんですけれども、まあ、ローケアはね軽症 の、 あの対応ですよね。でハイケアとなるとね、まあ、呼吸器使ったようなね、まあ、重症状態の、ね、患者を見ているっていう状況なんですけれども、まあ、エクモとなると、まあ、これは志村けんさんが、ね、あの使われていましたよね、人工心肺装置なんですけれどもね、まあ、こういった、ね、あのエクモっていう、ね、あの治療も、ね、行っているっていうことなんですけれども、この3段階で、ね、あの分かれて、ね、あのこう表示されているんですね。でそのウェブサイトで、まあ、どこの病院で、まあ、どういう、ね、あのこの治療が、ね、行われているのかっていうのが、ね、こう大まかなんですけれども見れる現状なんですね。まあ、これによってね、あのまあ、そこの病院では、ね、すごく患者がいて、あっちの病院ではあんまり患者がいないっていう、ね、偏りもありませんしね、まあ、すぐに明確化できますよね、まあ、どれぐらい、ね、このベッド数が空いてて、どれぐらい、ね、その収容できるかっていう、ね、あの判断ができますよね。でちなみにあの現在この DIVI 集中治療登録に登録している病院なんですが、この病院数は1227人 の、 あの施設が登録してるんですね。まあ、これはちょっともう義務化になっていて、4月の16日にあの全施設にね、あの公開してるんですね。もう必ずね登録するようにっていうことで、まあ、通知義務があるんですね。で現在のところこのドイツにおいては、まあ、3万2310床の集中治療ベッドがあるんですね。これ5月13日の時点なんですけれども、でそのうち2万183床
62% がまあ使われている、まあ、占有されているという状況で、まあ、残りのベッド数で、まあ、空きがあるのが 12,127、38% ということなんですね。まあ、こういう現状なんですけれどもね、ですからまあ常にね、ちょっとこう綱渡りではないですけれども、こう危うい状態なので、まあ、規制緩和をするとともに、もう感染拡大をしていないかね、もう今ね、注意して見ているような状況なんですね。まあまだまだね、この新型コロナウイルス感染症はね、存在していて、拡大もしている現状ですのでね、まあドイツもね、こういう現状の中、この元の生活にね、戻しつつあるんですけれども、まあまだね、この新型コロナウイルス感染症の、こう確たるこの薬や、ワクチンもない状況ですのでね、皆さん引き続き、ご自身でね、感染予防にお努めください。今日もご視聴ありがとうございました。